イドルが召喚した巨大な魔物、町への被害を拡大させないため自らおとりとなるナオフィン。だが巨大な魔物を前にし戦いあぐね、その時予兆のように周囲にいるフィロリアルたちが騒ぎ出す。そして現れたのが、新しいクイーン候補を見つけてくれたの。次回フィロリアルの女王。さすがにあの大きさの相手とは戦えないですよ。